メリークリスマス。一人でございます。また短期間の期間限定レイドイベントが始まりましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。今回はクリスマスイベントでございまして、出現するポケモンはロコンのアローラの姿、ルージュラ、デリバード、シャンデラ、モスノーとのことです。で、期限は12月28日の月曜日8時59分までで、短いですのでご注意ください。で、さらに今回はデリバードを倒すと報酬の経験飴が多くもらえるらしく、他にもねツイッターとかの情報によると、とにかくアイテムがいいらしいっすアバウトだけど。で、さらにロコンのアローラの姿のやつの色違いが出やすくなってるとのことです。なので今回はむちゃくちゃいいレイドだと思います。なので今回私はとりあえずデリバードの報酬を確認して、あとは色違いロコンをね捕まえていきたいなと思うわけでございます。それでは行きましょう。ということで、まずはですね、いつも通り不思議な贈り物から必ずワイルドエリアニュースを受け取っておきましょう。はいはいはい、これで OK ですね。はい、じゃあ普通にスタートしていきます。またね出現場所はねどこでも出ると思いますので、お好きなところに行きましょう。ここに入れちゃおうかな。一発目で来たら嬉しいよ。こいつは違うね。あれ？あれや？頼むよ。まだか。いや、これ紫だから違う？おい。ちょっと氷タイプ出て分かりにくいんで、こっちでやりましょう。お、来たんじゃない？これシャンデラですからね。まあ、で、これでイベントレイドのポケモンが出ましたら、ここでみんなで挑戦でやっていけばいいわけですね。ホームボタンで、設定からですね。1日進めるってやつですね。日付変更バグってやつを使って未だに私はやっておりますので、これでやってね別のイベントレイドポケモンを出していきたいと思います。いけるかな、ちゃんと。はい、これで、あー来ましたね来ましたね。これデリバードですので、こいつ倒してみましょうか。じゃあ試しにポケモンカエルでドセイドンでいきましょう。いや本当にサンタさんだねこいつが、まさに。つかバリア6個もあるんですね、結構多いな本当。うわ凍ったし、バカじゃねえの、なんでこんなので凍んのめんどくせえマジでめんどくせえ、そんな時間かけたくねえんだよ。で、相手凍える風と吹雪で全体攻撃いっぱいやってくるからきついな本当。おい、やられてんじゃん、ふざけんなよ、マジかよ、なんでやられなきゃいけないんだデリバードに、マジで最悪だわ、やられたし。いや、コバローンでいこっか。うわ、あられがもうすげえだるい、時間めっちゃかかるし、魚群やられてめっちゃ時間かかるし、頼むよ。あー魚群うざい、よかった、もう超ギリギリだよ、マジでひらついたんだけど、これ捕まえなかったらマジ殴るよ本当に。リピボかな。あーよかった、捕まえてくれて本当よかった。もうこれで捕まえなかったらマジブチギレがもう5万回来てたな。まあいいや。ちょっと待って、そんな良くない、そんな良くなくねたまたま運が悪かっただけかな。鎧鉱石はあって、マックス鉱石1個、マックス鉱石だって普通だったらさ2個ぐらいもらえんじゃなかったっけ。ただ経験飴は確かに多いね、経験飴6個で経験飴 XL6 個だから、これは確かに多いし、でピッピ人形もそうそうそう来るらしいっすね、まあ、ただこれそんないらないね。で、綺麗な羽、あ、これは別に普通にいいっすね、アイテムですね。ですから、まあ、これがね、ランダムとかで結構いろいろ来るみたいな話が、ありますね。経験飴だけは確実に多いみたいな話らしいっす。まあ、なので、皆さんね、いろいろ、まあ、デリバードの元々ね、おしゃぼとかも手に入りますんで、まあ、そういうのゲットしたい方は特にやっといた方がいいんじゃないかなと思います。一応見ときましょう。5V ですね。まあ、これは普通か。で、デリバードのレベル60のオスでございまして、特性不眠ですね。眠れない体質なので眠る状態にならないという感じでございます。これは夢特性ですね。普通にいいっすね。多分私とスキルスワップしたんでしょうね。おそらくね。こっちがプレゼント、吹雪、ドリル、くちばし、瓦割りということで。うわ、これが私の実質クリスマスプレゼントですね。このプレゼントが。どうでもいいわ、そんな。無邪気な性格でございまして、木箱東で出会ったっていう感じですね。で、リボンは当然持ってないと。そんなデリバードでございました。本当に丸々サンタだけど、微妙に違うっていうね。これ本当いいデザインだよな、デリバード。改めてよく見ると。じゃあ次はね、アローラのロコンね、捕まえていきたいと思います。色違いのやつ。ね、行きましょう。お、来たんじゃね、いきなり。あ、違うか、これ四つ星ですから。で、これ多分ですね、いつも通り五つ星だと結構色違いの確率が高いみたいな感じらしいので、まあこれわかんないですけどね、本当はどうか、まあ、なので五つ星のロコンと戦ってっていう感じでやっていきたいと思います。なのでここロコン出てますけど、みんなで挑戦でねオンボタンを押して、それでまたね、これ日付変更バグ使ってまたね別の5つ星ロコン出るまでやっていきたいなと思います。結構これ地道な作業なんですよね。頑張っていきましょう。おし、出てきた、行くぞ、頼むから来てくれよ、来てくれ、頼む、一発目で来い。あ、無理か、どんな色か知らないけど多分違うまあこれで違った場合はリセットしまして、またねロコン出てくるまで、別のやつが出てくるまでね、また日付変更バグやっていきたいと思います。よし、
うん、違うよな多分。違うよな。いやダメか。いや来ねえか。いやダメか。まあダメか。ダメ？ダメか。無理か。まあダメや。ダメや。いや辛いわ。やだ。もうダメじゃん。え、来んのこいつ。いや無理か。違うか。渋いよ確率が。え、来ないの？もう来る。信じろ。お、来たんじゃねこれ。これじゃね？これかな？あ、来た来た来た。ようやく来たよ。いやなんかもう若干の違いしかないな。もう喜ぶ気力もねえわ。めっちゃ時間かかった。進撃の巨人何話見たことやら。いや今回マジでひどいな。3時間ぐらいかかったぞ。いやとりあえず倒していきましょう。まあこのままいけっかな。サンダーのまま。うわ、いやーきつ。みんなやられた。やり直しだ。いやもう俺の体力が残ってねえわ。ポケモンの体力だけじゃなくて。やり直しましょう。コバロンで行こう。微妙なんだけどねこいつ。よし、ようやく倒せた。とりあえずリピボで行こう。おい来てくれ頼む。来てくれ来てくれ。よし、ようやくだ。今日の仕事終わり。これでめっちゃ疲れた。っていうかこれじゃクリスマスに出せねえわ。今終わったの23時32分。絶対出せない。うわー頑張ったのに。今日一日中映画見てこれやって。まあいいや、経験飴 L2 個、経験飴 XL1 個ということで、こっちはやっぱ普通っすね。で、フェラの実と、あとマックス鉱石、鎧鉱石ということで。いやーこれ頑張った。はい、じゃあ見ていきましょう。 5V ですね。まあこれしょうがないか。まあしょうがないよ。じゃあとりあえず内容見ていこう。はい、で、レベル60のメスのね、ロコンアローラの姿ゲットしました。やっぱここで見るとやっぱ色違い感あるけど、あんまわかんないよねこれ正直。ほんと色違いか。まあでもいいよ。特性雪隠れで天気があられの時回避率が上がるっていう感じでございます。まあこれはね夢特性ではありませんけどね。まあでももういいよ、捕まえれたんだから。で、オーロラベールと吹雪と神通力とドランキスを覚えてるって感じですね。まあこれ全部強い技だね本当に。吹雪とかね本当ね、レイドでやってくるときついんで、そこを注意してください。で、おっとりした性格、でございまして、2021年10月22日、これも全部間違ってると。まあそれはいいよ。まあとりあえずこれで、リボンは持ってないですし、終わりでございます。もう頭が回らなくて全然喋れない。はい、ということで今回はねクリスマス企画のイベントレイドでございました。デリバードでは報酬が結構ねいいものが出るということで、まあちょっといいですよっていう感じで、あとは色違いロコンね出ますんで、まあただ今回ちょっと確率低かったかな。まあでも普通に色違い捕まえるより全然高いですけどね。ですんで皆さんやってみてください。短期間ですのでご注意ください。でもこんなきついとは思わなかったわ。まさかロコン、てめえが俺の進路こんな塞いでくるとはな。テロリストじゃ